ローター・ヘルベルト・マテウスは、西ドイツエアランゲン出身の元同国代表サッカー、選手でありサッカー指導者、スポーツ解説者。西ドイツ代表として 1990FIFA ワールドカップを優勝した後、1991年にバロンドールと FIFA 最優秀選手賞を受賞した。マテウスは、通算5回の FIFA ワールドカップに出場しているが、これは、フィールドプレイヤーでは、マテウスと、 元メキシコ代表 DF、ラファエル・マルケスの二人のみしか記録していない。また、ワールドカップ出場25試合も、史上最多である。マテウスはイタリアで開催された 1990FIFA ワールドカップを制した西ドイツ代表のキャプテンであり、アメリカ開催の 1994FIFA ワールドカップでも同じくキャプテンを務めた。1980年には、 UEFA 欧州選手権1980優勝を果たし、UEFA 欧州選手権1984、UEFA 欧州選手権1988、そして UEFA ユーロ2000にも参加している。1999年38歳にしてドイツ人年間最優秀サッカー選手賞を受賞し、1990年の受賞と合わせて2度目の選出となった。 マテウスは20年間でドイツ代表に150試合出場し23得点を挙げている。これはドイツ代表歴代最多出場記録である。2004年にはペレが選ぶ偉大なサッカー選手100人にも選ばれている。ディエゴ・マラドーナはマテウスについて彼は私が退治した選手の中で最高の選手だ。と自身が表したよそ言えるディエゴの中で述べた。 史上最高の MF とも呼ばれ、高精度なパス、正確なポジショニング、タックル、強烈なミドルシュートなどすべてを兼ね備えた選手である。キャリア初期は守備的 MF であったが、20代中盤頃からは攻撃的 MF を担当、選手キャリアの後半にはリベロとしてプレーした。マテウスは1961年3月21日にエアランゲンで生まれた。 地元の FC ヘルツォーゲンアウラ派でサッカーを学ぶ、一方で、ギムナジウムで教育を受け、インテリアデコレーターの見習いを務めていた。1979年、18歳の時に、ブンデスリーが一部のボルシア・メンヒエングラートバッハと契約し、選手キャリアをスタートさせるが、若い頃は、気重の激しい性格から、チームメートや審判とトラブルを起こすことも多く、そこに、 問題のある選手と考えられていたという。ボルシア・メンヒエン・グラートバッハ時代は、タイトルとは、縁がなく、1983から84シーズンの DFB ポカールでは、準優勝に貢献したが、決勝のバイエルン・ミュンヘン戦で PK を失敗し、タイトル獲得を逃している。1984年に、バイエルン・ミュンヘンへ120万ドルの金額で移籍。バイエルンでは、 ブレーメやアウゲンターラーラと共に、ブンデスリーガ優勝3回、DFB ポカール優勝1回、UEFA チャンピオンズカップ準優勝1回に貢献した。1987から88シーズン、4月19日のシャルケ戦でキャリア唯一のハットトリックを達成した。1988年に、ブレーメと共に、イタリアのインテルミラノへ440万ドルの 金額で遺跡。この金額はカール・ハインツルン・メニゲ、フェラーに次ぐ西ドイツ選手の高額での遺跡であった。インテルではトラパットーニ監督の下でセンターハーフとしての才能に開花。守備だけでなくパスセンスや得点能力にも磨きをかけ、1988年8月21日のコッパイタリアのグループリーグ、バーリ戦で遺跡後初ゴール、10月16日の ピサ戦でセリエ A 初ゴール。プレーの幅、安定感を伸ばし、強烈なキャプテンシーでクラブを8年ぶりのスクデット獲得に導いた。1990から91シーズンには UEFA カップ決勝エース、ローマ戦の第一戦でゴールを決めるなど、優勝の原動力になった。1992から93シーズンから、古巣のバイエルミュンヘンへ復帰。 シーズン序盤は怪我の治療のためで遅れたが、11月21日、第13節のバイエルレバー空前戦において、ペナルティエリア外から、コーナーキックのボールを、ダイレクトボレーでゴールを決めた。1993から94シーズン、カイザースラウテルンと激しく優勝を争う中、第34節のシャルケレイ4戦では、決勝点となった直接 FK を決めて、勝利に貢献。 この結果チームは、カイザースラウテルンに勝ち点1差で優勝を果たした。1995年1月に、アキレス腱断裂に見舞われ長期離脱するなど怪我に、苦しんだ時期もあったが、バイエルンの顔として、ブンデスリーガ優勝3回、UEFA カップ優勝1回などに貢献した。1996から97シーズン、4月26日、 リーグ第29節のデュッセルドルフ戦では相手3、選手を抜き去り、強烈なシュートでゴールを決めた。1999年11月20日のフライブルク戦でゴールを決め、バイエルンでの通算100ゴールを達成した。ブンデスリーガでは464試合121ゴール、ポカールでは59試合19ゴールの成績を残した。現役時代は数々のタイトルを手にしてきたが、 UEFA チャンピオンズリーグのタイトルだけには縁がなく、1986から87、シーズンには FC ポルト、1998から99、シーズンにはマンチェスターユナイテッドの前に決勝で涙を飲んだ。2000年からはアメリカ合衆国のニューヨークニュージャージーメトロスターズへ移籍し、翌2001年に現役を引退した。 1994FIFA ワールドカップ準々決勝のブルガリア戦で PK を放つマテウス、ドイツ代表としては、1980年4月26日のオランダ戦で代表デビューを飾ると、同年6月の UEFA 欧州選手権1980、1982年の 1982FIFA ワールドカップ代表に選出された。 デビュー当初は交代出場が多くスタメン出場はならなかったが、スペイン大会後の1984年に開催された UEFA 欧州選手権1984ではレギュラーの座をつかみ、これ以降は代表の中心選手として定着した。1986年のワールドカップメキシコ大会では決勝トーナメント1回戦のモロッコ戦にて、 延長戦終了間際に与えられたフリーキックから弾道の低いロングシュートを決め1から0の勝利に導く活躍などで2大会連続の決勝進出に貢献。決勝のアルゼンチン戦では相手エースのディエゴ・マラドーナのマンマークを担当。この試合においてマラドーナを封じることには成功したが試合そのものには敗れ去り2大会連続準優勝に終わった。 ワールドカップ終了後に、ルンメニゲやフェリックス・マガトといったベテラン選手が代表から退くなど、世代交代の時期を迎えると、ベッケンバウアー監督の下で首相として、エースとして代表チームを兼任するようになった。1988年の UEFA 欧州選手権1988では、地元開催ということもあって、準決勝進出を果たすが、 この大会を制するオランダ戦で得点を挙げたが、1から2で敗退。なお、それまで、マテウスは、背番号8をつけることが多かったが、この大会後に所属クラブのインテルと同様に背番号10をつけるようになった。1990年のワールドカップ、イタリア大会では、一時、リーグ初戦のユーゴスラビア戦で強烈なミドルシュートで2得点を、挙げ、 守備面においても相手エースのストイコビッチを封じ込め、4から1と対象。UAE 戦でもミドルシュートで得点を奪い、決勝トーナメント1回戦では、優勝候補の一角のオランダ鬼の位置で退け、準々決勝のソビエト戦でも決勝点を決め、合計4得点を挙げる活躍で、決勝進出に貢献。決勝戦のアルゼンチン戦では負傷していた影響で、PK をブレーメニュー グレーメがこれを成功させ1から0で勝利し、前回大会の雪辱を果たし、1974年大会以来となる3度目の優勝を果たした。マテウスは当時を振り返り次のように語っている。ユーゴスラビア戦は人生において最高の試合だった。全評判の高いチームに対して私は2得点し、相手のエースであるストイコビッチに仕事をさせなかった。この勝利により、 批判的なメディアやチーム内の不満分子を封じ込めることが可能となり雰囲気も向上した。また私と別件マウアー監督とが密接な関係を作り上げたこともチーム全体が結束する重要な要素となった。彼はアイドルとしてではなく私の友人として接してくれたのだ。ローター・マテウスドイツ代表での活躍もあり、1990年には欧州年間最優秀選手と ドイツ年間最優秀選手賞、ワールドサッカー史選定世界最優秀選手賞を受賞。1991年には FIFA フフ最優秀選手賞を受賞するなど絶頂期にあったが、1992年4月に全十字人体を負傷し、UEFA 欧州選手権1992は不参加となった。1994年のワールドカップアメリカ大会に出場。 前回の優勝メンバーに東ドイツ出身の選手やステファン・エフフェンベルクらが加わり戦力は整ってはいたが直前の親善試合の結果は芳しくなかった。マテウス自身は1992年に負傷した膝の状態が思わしくなく動きに制裁を欠いていた。ラウンド16のベルギー戦ではフェラーの先制ゴールをアシストして勝利に貢献、準々決勝で ダークホースのブルガリアに1-2で敗れた。ドイツ代表の首相として長きにわたって代表を支えていたマテウスであったが、アメリカ大会後はユルゲン・クリンスマンとの確執などもあって、ベルティフォクツ監督の構想外となり、代表への招集は見送られ、1996年の UEFA 欧州選手権1996は不参加となった。1998年のワールドカップ。 フランス大会では、リベロのマティアス・ザマーが負傷したこともあり、大会直前、5月27日のフィンランド戦で代表に復帰を果たし、本大会では、グループリーグ第2戦の u ゴ戦で途中出、2000年の UEFA 欧州選手権2戦でもプレーをするなど、ドイツ代表としては、歴代最多となる国際 A マッチ150試合出場、5度のワールドカップ出場、 ワールドカップ最多出場記録を達成する金字塔を打ち立てた。2001年9月にオーストリアブンデスリーガのラピードウィーンで監督としてのキャリアをスタート。アンドレアス・イバンシッツをはじめとした多くの若手選手を起用したが、クラブの歴史上最もひどい8位という成績に終わり2002年5月に解任された。2002年パルチザンベオグラードの監督に就任。 2002から03シーズンの国内リーグ戦を制し、UEFA チャンピオンズリーグ2003から04では予選を突破し、グループリーグ進出に導いたが、グループリーグでは最下位に終わり敗退。国内リーグ戦では、首位と勝ち点3差の2位につけていたものの、個人的な理由により2003年12月に監督を辞任した。2004年、ハンガリー代表監督に就任。ワールドカップ。 ドイツ大会出場を目指したが、スウェーデン、クロアチア、ブルガリアなどの強国がひしめくグループを突破することは、かなわず予選敗退。マテウスは契約更新を望んだが、ハンガリーサッカー協会との交渉は決裂し2005年末で、監督を退任した。2006年1月11日、ブラジルのアトレチコパラナエンセと1年間の契約を結んだが、生活環境の不一致を理由に、 同年3月に帰国。監督就任から7試合で指揮を取っただけでの大談となった。2006年6月より、オーストリアブンデスリーガのレッドブルザルツブルクのヘッドコーチに就任。インテル時代の恩師のトラパットに監督との2人3脚で指揮を取り、2006から07シーズンのリーグ優勝に導いたが、クラブ側と意見が対立し、2007年6月12日に、 解任された。2008年7月より、イスラエルプレミアリーグのマッカビネタニアの監督に就任したが、翌2009年4月29日、成績不振により、クラブとの契約を更新しないことを発表した。2010年9月21日より、ブルガリア代表の監督に就任した。ブルガリアサッカー連合の発表によると2年間の契約延長オプションがついた1年契約。 2011年9月19日、成績不振により解任された。同じようなポジションの変遷を辿っている皇帝、ベッケンバウアーや同世代のマラドーナラの偉人たちと比較されることもあるがタイトル獲得の実績に遜色はない。天才と呼ばれ華やかな活躍をした彼らとは対照的にコツコツと実力を伸ばしていった後に栄光を勝ち取った仲裁型の選手と言える。また、 運動量や体力を全面に出したサッカーが主流となった現代において MFDF のほぼ全てのポジションをこなし高いレベルでプレーができる最高のユーティリティープレイヤーとの評価もある。精神面の評価が先立つ傾向があるがドリブル、強烈なミドルシュート、正確なフィード、チャンスメイクといった技術面でも一流の能力を持ち合わせており多芸多彩な選手であった。 更新のサッカー選手に与えた影響は大きく、ドイツ人に限らず、自分の息子にマテウスという名前をつけるサッカー選手が多数おり、その中の何人かはプロのサッカー選手になっている。2001年にはドイツ代表の名誉首相に選ばれたマテウスだが、現役時代の素行の悪さのためか、ドイツ国内のクラブから監督就任のオファーを受けたことがない。 マテウスは2009年11月にフランクフルター・アルゲマイネ・ツイトング神のインタビューに応じ、私はフランツ・ベッケンバウアーに次いで有名なドイツのサッカー選手なんだ。それを存在に扱うなんて恥じるべきだ。ドイツのクラブには私を信用してほしい。優劣はその上で判断してほしいと不満を表明した。ありがとうございます。